科学的に正しいラプンツェル。数年後、通りかかった王子が塔から聞こえる歌声に魅せられました。魔女がいない隙に王子も上から髪を垂らしてもらいました。王子が出会ったラプンツェルは100歳のおばあさん。年上好きの王子は大喜び。同じおばあさんの魔女は激怒。王子をめぐりラプンツェルと取り合いに。おしまい。